全関東男子選手権アマスタンダードの部優勝の中村エドワード前中村エリザベスエリ組に来ていただきました。おめでとうございます。ありがとうございます。今の率直なお気持ちから、まずは名前を呼んで僕たちを応援してくださった観客の皆様とここまで導いてくださったコーチや親に感謝の気持ちを伝えたいと思います。ありがとうございます。すごい、もう大人の満点のインタビューからスタートしたけれどもどうですか今年1年、これ国内は最後の試合かな。はい、そうですね、国内はこのオール関東で最後なんですけど、12月3日から、アメリカの方に試合で遠征します。国内の試合はこれ最後なんですけど、実はそのアメリカの試合に出るのは初めてなので、その12月の頭ですごい今はそのアメリカに向けての準備として、そしてパフォーマンスを鍛えるためにこの試合に出たっていう意味合いもあるので、こうやって結果出すことができてとても嬉しく思ってます。ありがとうございます。アメリカはどこら辺かな。フロリダのサウスオープンという試合に出ます。じゃあ12月だけどまだ向こうは暖かいかもしれないからまだいいね。あ、そうですね、一応アメリカのためには服とか買って準備しました。じゃあもう楽しみいっぱい。あ、そうですね、今回アメリカの試合初めてなんで一応僕たちの故郷の国でもあるので精一杯踊ってこようと思います。素晴らしい。じゃあ来年に向けての、まあ、アメリカはもちろんアメリカを踏んでの来年に向けてどんな年にしたいか聞かせてくれる？はい、今年は変化の年っていう僕たちの中ではあるんですけど、いい結果も悪い結果もあって、来年はさらに今年より、いい結果、今年は結構悔しい試合もありましたので、まずは JBDF の、主要3大会、3大会をすべて制覇できるように頑張っていこうと思います。今年はまだユースという年、高校生を卒業したばっかの本当にまだまだ未熟な2人だったので、来年はもっと大人になった2人を見せられるように頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。一ファンとして今の大人になった踊りもすごい見てみたいので、僕はすごい楽しみにして、急に手こまなくていいけどもやっぱりね、世界に出てくともっとより強いダンサーがいっぱいいると思うの で、 そ、 うです。そこに向かってより違ったタイプの踊りもね、はい、探ってもらうのがすごい僕は楽しい、より楽しみだ。じゃあファンの皆様に最後に一言お願いします。はい、今回応援ありがとうございました。優勝することができました。ありがとうございます。皆さんの応援とサポートのおかげで今の私たちがあると思います。引き続き頑張っていきたいと思うので応援よろしくお願いします。中村エドワード前中村エリザベスエリ組でした。おめでとうございます。ありがとうございます。